他にいかがでしょうか。日経さん。日経新聞の林と申します。今の質問に関連なんですけれども、これまで政府は実質的な負担が生じないという形で説明してきたと思いますけれども、うん、少し言い回しは変わっているんでしょうか。実質的な負担が生じないというのを大臣就任以来伺っていないような気がしたんですけれども、その説明の仕方は変わっているということでよろしいんでしょうか。いや、もう加藤前大臣からお答えしている通り、国民の皆様に新しく支援金の拠出をいただくのは事実ですが、先ほどお答えした通りですね、歳出改革等により保険料負担を軽減することで支援金を導入しても社会保障負担率は上がらないようにするということを法律に規定し、国民の皆様にお約束しているものということであります。実質的な負担は生じないとは言わないようになっているということですでしょうか。国民の皆様に新しく支援金の拠出いただくのは事実ですが、歳出改革等によって保険料負担を軽減することで支援金を導入しても社会保障負担率は上がらないっていう、もうこれ法律に規定して国民の皆様にお約束しているものですということであります。それに対してその、うん、国の説明として実質的な負担が上がらないと説明しているというのを記事とかでも紹介させていただいてるんですけれども、その実質的な負担が上がらないとしている説明は今も変わりないという理解でよろしいでしょうか。この歳出を増やす、新たな政策を掲げてそのための歳出を増やすには、増税か国債の発行とかそういうことではなくて、既存の歳出の改革が重要であると。そしてその歳出を削る一方で、その削減した歳出の範囲内で新たな政策の支出に回せば、その意味において国民に新たな負担を求めないものとする。で、その上でですね、先ほどからもずっと繰り返しになりますけれども、今回は抽象論に陥らないということ、そういうように、法文上、社会負担率という具体的なメルクマールを設けていると。すなわち、歳出改革によって社会保障負担率の軽減効果を生じさせ、その範囲内で支援金を構築するもの、それを基本として、支援金の導入によっても、社会保障負担率は上がらないということを、国民に新たなご負担を求めないことの証としてお約束をしているということであります。分かっていただけましたでしょうか。はい、ありがとうございます。他にいかがでしょうか。奥の方お願いします。